乾杯。あ、午前中から飲むの最高ですよね。こんにちは、ようこそ。歩けない。どうぞ中央の方にお進みください。さあ、高畑さんにお越しいただきました。今日も本当にたくさんの方々お集まりいただいております。ぜひ高畑さんから一言ご挨拶お願いします。あ、皆さんこんにちは、高畑充希です。今日はこのこれから3日間始まるイベントのスタートに立ち会えてすごく嬉しいです。短い間ですがよろしくお願いします。なんかここの色がこの色だって知らなかったんで、なんかいなくな なりますよね。どうかして大丈夫ですよ。これからオープンもしていただきますので、はい、お披露目にぜひお付き合いいただきましょう。よろしくお願いいたします。とにかくこっちの見晴らしがめちゃくちゃいいので、うん、ちょっと今日どんよりしちゃってるんですけど、明日明後日晴れるの？明日明後日はもう25度という予想もありますし、じゃあその激アツの中だったらすごい気持ちよくお酒が飲めるんじゃないかなと思います。それでは高畑さんお願いします。いきます。おキリン氷結ビッグ缶オブジェお披露目となりました。大きな拍手お願いします。ありがとうございます。うわー、迫力あるなという感じですが、ベールを取ってみると思わず缶のその立体感確認いただいておりますが、高田さんいかがですか？いや、想像以上の迫力ですね。缶もですけど、やっぱレモンが大きいっていうのがインパクトあるなって思いました。ここに立って写真が撮れるんですか？そうなんです。あ、そうなんだ。いいですね。すごいなんかシュールで可愛いです。はい、いろいろ皆さんに楽しんで撮影していただきたいですね。そうですね。これ登ったりはダメなんですよね。それはちょっとダメかもしれない。触れるのはいいぐらいは大丈夫ですよね。じゃあ抱きついたりとかいろいろして撮っていただけたら嬉しいです。ちょっと乾杯しましょうか。はい。さあ、それでは高畑さん、乾杯の掛け声お願いします。では、ここから3日間クラブ氷結アイランドにたくさんの方が来てくださるように、そして皆さんが笑顔で楽しい思い出をたくさん作っていただけますようにね。いただけることを願って、乾杯。乾杯。いやー、砂浜に氷結合いますね。いや、美味しいですね、やっぱり。午前中から飲むの最高ですよね。もう最高の笑顔いただきました。いや、今日一の笑顔ですね。すいません、皆さんに配って一緒に飲んじゃえばいいのに。本当ですよね。みんなも一緒にこの後お楽しみいただけるんじゃないかな。楽しんでいただきましょう。あ、パクリといきましたね。あ、結構トリュフです。うん、おいしい。美味しく召し上がっていただきました。たくさんの方にクラブ氷結アイランド遊びに来ていただいて、氷結にオリジナルフード、さらにはワークショップと存分に楽しんでいただきましょう。今日から3日間いよいよこのイベントが始まります。本当にワイワイ集まって楽しく飲むっていうのが、私自身も最近やっと戻ってきたなって感じがあって、やっぱり人と飲むって楽しいなって本当に日々思ってます。なのでこういうやっぱ野外でいい景色を眺めながら見られる、あ、飲めるイベントは、まあ、ここから増えていくかとは思うんですけど、そのスタートとしてぜひ遊びに来ていただいて、皆さんで氷結のいろんなフレーバーを楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。お待ちしてます。ありがとうございます。お話伺いました。本日のゲスト、キリン氷結新テレビ CM にご出演、高畑充希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。